はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ今日はですね、先日動画で紹介した犬用のソックスですね、あちらをソーイングセットでつなぎ合わせて、オリジナルで作ってみたんですけど、ちょっとそれは失敗に終わってしまいました。ということでですね、今日はですねこちらを購入しました。トリコロールラバーソックス。こちらももちろんねワンちゃん用のソックスではあるんですけれども、ちょっと開けてみましょう。はい、こんな形ですね。ラバーがですね足の裏全面にこうね使用されてるの。前回のソックスはですね肉球の形でラバーがねこうつけてあったので、面がね小さくて滑ることがあったんですね。でこちら全面に使われてるので、そういう滑る心配はないのじゃないかなと。黒い部分全部ラバーですので、そして履かしてみて、そしてねここしっかりとね手縫いじゃなくミシンで縫ったような感じでしっかりついてます。でこれでしっかりと太さを合わせて固定する。ちょっとですね、じゃあ丸吉くんにソックス履いてもらって、そこからねちょっとしばらく平安歩している様子を見ていきたいと思います。はい、ではですねちょっと遠近感でね、遠近法でめっちゃちっちゃく見えますけど、だいぶ向こうにいますからね。丸吉くんをこちらに抱っこして、そしてねトリコロールラバーソックスを履いてもらいます。そうですね、 S サイズで履かせる分にはですね割とねさっきすんなりと言ったんですけど、はい、ということでですね、履き終わりました。で無理ない程度にですねマジックテープでここ関節よりも奥側で止めることで、ずり落ちるとかですね脱げたりする可能性はですねかなり低くなるんじゃないのかなと思ってます。それじゃあ早速ね平安歩スタートです。さあ若干ブカブカ感はあるんですけど、違和感があるかな。ちょっと最初はね違和感があってなんか嫌がるかもしれないですね。そうですね、ちょっとね何とも言えないんですけど、履いたり脱がしたりするのはですね S サイズ、ネザーランドだったら S サイズがねいいかもしれないんですけど、 SS っていうのもあるので、もしかしたらちゃんとフィットするかどうかはですね SS サイズ買った方が合うかもしれないですね。丸吉くんがだいたい 1.3 キロぐらいなので、まあ、1.3 から 1.5 キロぐらいで、まあ、ネザーランドの血統書付きは1キロ満たない子もいるぐらいなので、 SS サイズがねいいのかもしれないですね。全然ね微動だにしなくなりました。なんかすごい嫌がってますね。ちょっとですねひとまずかなりね歩きづらそうだし、ストレスになっちゃいけないので、そうですね今日のところはちょっと外して、普通に平安歩したいと思います。またですね無理のない程度に何度か装着してみて、ね、慣れて問題なく平安歩できるようになれば、また、別の動画でですね今後お伝えしていきたいなと思います。はい、ということで、脱ぎ終わりました。もう本当に脱ぐ時もですね簡単でスポンと脱げたので、それだけ
ここが緩いのかな、 SS サイズの方が良かったのかもしれないですね。また S サイズでちょっとですね、このラバーソックスを履いてる感覚、それに慣れて、ね、さっきみたいにちょっと、なんか、ものすごい、見たくないような歩き方でしたね。そうですね。基本的にはもうこれからは、運動不足はしないように、こういう柔らかいところでですね、マットも下に敷いて、で、そういう環境で、ヘアンポをね、しっかり運動してもらって、で、部屋の中、ケージの中もですね、クッションを敷いてますので、それで、様子を見ていきたいと思います。また今後もですね、いろいろとソアホックの対策で、いい方法があるかどうか調べて、またそれも実践していきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、ちょっと、まだ初回なんでわからないですが、こちらのトリコロールラバーソックス、実際に装着してみたファーストインプレッションですね。明らかにね、ストレスはかかると思うので、ちょっとそのあたりですね、ストレスかけすぎてもまた別の病気が出てきてもいけませんから、ちょっと期間を空けて時間も短めに慣れていけるようだったら慣れていってもらって、今後もね、使っていきたいと思います。はい。ではですね、また、次回、まあ明日ですね、バレンタインデーということで、ね、ちょっと動物たち、ペットたちとバレンタインのパーティーをしていきたいと思います。うさぎのど、このチャンネルではですね、うさぎの、みんなに、ちょっとね、普段食べないものをですね、体に、負担がかからない程度にですね、少しずつ少量をですね、食べてもらって、ね、それでパーティーをしていきたいと思います。まあ、たくさん食べても体に負担かからないものも買ったんですけど、ね、まあ、それはそれでまた主食のチモシーもですね、普段食べないもの買ったんですけど、それもまた参考にしていただけたらなと思います。はい。ではですね、また今後もうさぎの、ね、うさぎと生活していく上で、今回、ね、今回か、ね、ここ最近ソアホックにちょっと悩んでるんですけど、それをね、また打開していくところもですね、動画、まあ、他の病気にも、もしかしたら今後と、ね、年齢重ねていって、病気のリスクも上がりますので、そのあたりもですね、対策をしっかりしていきながら、発症したら、まあね、どうしようもない場合は動物病院に行って、でその体験談もですね、動画で、どんどんとお伝えしていきたいと思いますので、また、ぜひともチャンネル登録して、これからも見ていただけたらなと思います。では、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、じゃあちょっとね、ストレス感じただろうから楽しいことをしてですね、またケージに戻ってもらいます。